中村慎介、猪木魂を燃やせ中村慎介。赤コーナー185センチ、103キロ、ダニエル・グレイシー。背負ったものは最強一族、ダニエル・グレイシー。両者とも静かな表情で入場、そして睨み合った。さあ手を小さく合わせまして、いよいよ試合が始まる。ボンバイエ特別ルール5分3ラウンドで行われます。さあダニエル・グレイシー、じっくりと中村を見据える。さあ試合が始まりました。中村が一体どんなファイトを見せていくか。とにかく青山学院大学のレスリング部のキャプテンとしてアマチュアで数々の実績を積み、そして新日本プロレスに入団、これが桜庭さんデビュー2戦目ということになりますんでね、はい、どんなファイトをするか注目なんですが、そうですね、やっぱり気持ちは強いと思うので、あとリラックスしながら、はい、自分のペースに持ち込めればいけるかと思います。まずはダニエルがローキックを飛ばしていきました。おっとハイキックは空振り、中に入っていくことができるか中村。まずその中村の闘争心、この相手に対してどういう形で中に入り込んでいくか。そうですね、ダニエル選手は、はい、決める方が強いと思いますので、変にタックル入ると首取られたりするので、そういうの気をつけて入れば大丈夫だと思います。積極的に左のストレートなどを見舞っておりますこの中村慎介です。向こう側がダニエル、そしてこちら側が中村、最強一族のダニエル・グレイシー。このグレイシーを相手にどんなファイトを見せるか。中村、ダニエル・グレイシーはあのグレイシー柔術、ヘンゾ・グレイシー、あるいはハイアン・グレイシーといったところのいとこに当たります。またプライドでもおなじみのビクトー・ベフォードのそのいとこにも当たるというまさに最強一族。さあその左右のパンチをかいくぐりながら中村慎介どこで中に入っていこうかというそのタイミングを図る。右のローキックはダニエル・グレイシー、おっとタックルいった。さあタックルいった、これは上取るか、上取るか、おっと下からグレイシー、左からのパック、さあどうだ。なんとかこの中村足をこじ上げて中に入っていきたい。そう、足越えてですね、横四方なり何なり、抑え込みに行けばいいんですけど、そうですね、ダニエル選手ここから強いですね、これはある意味ダニエルからしても待っていたような攻防だ。おっと飛んだ中村、飛んで中に入っていったから見えるか。さあ上を取れるか。おっと今一瞬止めました、レフリー間に入って止めております。どうですか中村の入り方。おっと出血ですね、出血です、かなりの血が出ている。中村右の目のあたりでしょうか、おびただしい量の出血。中村が右の目尻のあたりでしょうか、ここを切ってしまいました。中村入り込んだところで、まあ、一瞬上を取ろうとしていったこの中村、それに対してダニエル・グレイシーが下から強烈なパンチを見舞っていったわけですが、あ、そうですね、あの足であのお腹をこう、抑え込まれないようにしてキープしながらパンチを入れるという、あ、中村は先ほど左の指先を上げました。まだまだ俺はやれる、さあ観客を盛り上げてくれと、そんなメッセージが伝わってくるかのような中村の目もはっきりしております。まあなんといってもこのグレイシーといえばですね、桜庭さん、はい、本当にもう桜庭さんなんですが、はい、ね、グレイシーハンター、はい、もう桜庭さんはかつてホイラー、ホイス、ヘンゾ、ハイアンと、グレイシー獣士の男たちを、さあ再開した。さあ中村の魂でどんな相手なんですかこのグレイシー獣士。やっぱりどっちかって言ったらあのバリトゥードを慣れしてますので、あの下になっても全然あのパンチとか怖がらないので。なるほど、はい、その桜庭和志さんの解説でお送りしております。さあ残り時間が3分を切りました。またタックルに行った中村、タックルに行った、サーブを取れるか。これただあの逆にわざとタックル入らせてる部分もあるんですよ。なるほど、グラウンド行きたいので誘い水にしておびき寄せていると。ここでどういう体勢、この膝の上を乗り越えていくのか、あるいはあえてガードポジションを取らせながら上を取っていくのかと。そうですね、はい、どちらを選択するか。中村股関節のところにある、足があれが邪魔なんですね。これですね、はい、今払いましたが、さあ今度は上から踏みつけ、おっと足を捉えた、かかとを決められている、ヒールホールドだ、ヒールホールドどうだ、中村捉えられるか、ロープ逃げることはできない、かかとを一瞬決められた、おっと離れた、なんとか離れた。いや一瞬完璧に入ったかと思いました。さっきの入ってないですよ、入ってないです、はい、いや一瞬ヒヤッとしましたが、よくそこから逃れました。今度は下になっているのが中村、さあ上からダニエル・グレイシーがパンチを飛ばしていく。離せ、離せ、ゲット
これも上からダニエルがじわりじわりと、さあ上に来た。さあここでこのまま下手するとマウント捉えますからね。そうですね。さあダニエルに対しても大きな声が飛んでいる。セコンドから再び中村はここからどういう形でダニエルを捕まえていくか。小さなパンチが先ほどから再三にわたって中村の顔面を捉えている。マウント取られた。ああ取られました。マウントを取られました。中村がマウントを取られました。ダニエル・グレイシーがマウントを取った。最強一族、さあどうする。あの変に腕伸ばしたりすると、あの腕十字とかくるんですよ、腕を伸ばさせるために殴って、はい、ダニエル選手やってると思いますけど。なるほど、はい、再びこの中村の左の手首のあたりを掴もうというところか。隙あらば腕を決めに行くか。そして再びこのパンチが入ってくる。非常に苦しい体勢です中村。ダニエルが再び馬のになってこのマウントポジションでの、おっと左ギロチン入るか。どうだ、左ギロチンチョークを狙おうというところだ。左が入って、そして再び腕十字に行くか。右からのパンチ、左の肘を喉のあたりに入れたり、あるいは再び腕を取ろうというところとか。またマウントになりました。中村は今度相手の首を抱えに行きましたが、この下の状態で中村はどんな攻め手を作ることができるか。かなりまあペースとしては、おっと腕、一瞬の隙も逃さないわけですからね。そうですね。再びガードポジションに入りたい中村ですが、あっとボディのあたりへのパンチ、ここからこれも首のあたり、はい、首を絞められてます。はい、あチョーク入っている。チョーク、あっとここなんとか首をよじってよけた中村。なんとか今首をひねってよけましたか、はい、一瞬ギロチンチョークが入りかけました。中村の顔が鮮血に染まっています。再び今度はダニエル・グレイシーが中村の首のあたりを抱えた。ここでゴングです。ここで第1ラウンドのゴングになりました。なんとか中村がこの第1ラウンド、最後は5分間ゴングに救われたという形になりました。この辺りはグレイシー一族との百戦錬磨の桜庭和志さんの解説でお送りしています。さあ第2ラウンドに入りました。第1ラウンドは終盤圧倒的にグレイシーペースとなりました。3月に新日本プロレス入門、そして5ヶ月間にわたる激しいトレーニングの後に8月に安田忠雄相手にデビュー戦行ったばかりのこの中村慎介です。中村にとってこのプロのリングはこれが2回目、しかも初めてのバーリートゥード、スタンディング立ち技での応酬になりました。第2ラウンドのまず最初はこの立ち技、今度は両者ともにボクシングスタイル、打撃から、さあ中村タックルに行く、この後ですね。さあタックルに行った、ガードポジションを取っている、ガードを取っているのはグレイシーですが、さあ中村ここからどう攻めるか。逆にあとこのままこのポジションをキープしてですね、ちょこ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 顔なりボディなり打って、はい、相手にダメージを与えていくっていう手もありますね。桜庭さんだったらこの体勢からどういきますか。僕だとこの足を越えたいんですけどね、ガードの中には入りたくないですね。まずは足を越えてマウントを取るということを考える、はいはい、この中村はどうでしょうか。さあ中村上になってはいますが、しかしガードポジションを完全に取られております。ダニエル・グレイシー、はい、岡さん、赤コーナーサイドなんですけど、グレイシーサイドは、ね、やはりヘンゾの言うことを聞けと、ヘンゾの言うことを聞いて、はい、10時狙ってます、10時狙ってます、はい、10時の体勢に入りました。さあどうでしょう、ここからおっと腕、あ抜けた、なんとか抜けました、今なんとか抜けましたね、はい、今この体勢、下の体勢から下から10時、腕10時狙って、レシー十字固めを狙っていたこのヘンゾ・グレイシー、いや、ダニエル・グレイシー、小笠原さんどうぞ、はい、そのヘンゾの言うことを聞くと、とにかく殴ってけという指示が出てますね、はい、殴って早く決めてしまえ、そういった指示が出てます、右のストレートを見舞っていきましたこのダニエル・グレイシー。ハッサさん、はい、こちら青コーナーサイドですが、はい、中村ですね、右目がやはり決めているのがですね、はい、非常に気になるということでドクターチェックが入りましたが、目はなんとか動いているから、ヘンゾ・グレイシー狙っている、危ない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 、なんとか返せるか、うん、腕十字を狙っているダニエル・グレイシー、ああトラップした、それでブレストタップ、ダニエル・グレイシーの腕十字の前に中村慎介タップ、敗れました。完全に下の体勢からダニエル・グレイシーが中村の手首を両手で掴み、
そして腕十字固め、思わず中村、ここはこらえることはできなかった、完璧に入ってしまいました。勝ったのは最強一族、ダニエル・グレイシーです。拳を上げて喜ぶダニエル・グレイシー、バーリートゥード2戦目、最強一族からニューフェイス、また一人新たな刺客がやってきた。中村相手に最後は腕十字固め、中村敗れました。敗れました中村、デビュー2戦目の中村、思い切って、そして猪木さんの送り込んでくれた期待に応えたいと、そう話していた中村、残念ながらこのダニエル・グレイシーの関節技の前に勝利を飾ることはできませんでした。2ラウンド2分14秒、腕十字逆十字でダニエル・グレイシーの勝ち。